マゼンタのバトルクラフト。チャンネル登録よろしくね。何これ、ごいす、ありがたいね。ということで1周年記念ログインボーナス第2弾ということで、あ、皆さんこんにちは、マゼンタですということで、すごい、スキップチケットをもらって、すごい、2日目、3日目、4日目と6日目は覚醒石特大、あ、は、8日もですね、すごいよということで、琥珀ちゃん出ました琥珀ちゃん出ましたね、すごい。え、第3弾開始、え、待って、期間限定イベント、あー、そういうことかな、 OK です。えー、すごい、ちょっと待って読みましょう。 OK です。メンテナンス内容、更新内容は下記となります。SSR 科学王国海賊団琥珀新キャラ登場ガチャ開始、お一人様1回限定で、あ、復刻ガチャ第3弾開始、わーすごい、でお一人様1回限定で、琥珀ちゃんのセットですね、あの成長セット販売で、経験の書セット販売、1周年記念ログインボーナス第2弾ということで、で一部のユーザーで経験の書ステージなどが正常に終了できない現象を修正しましたということで、ちょっとね、聞いた話によると、なんか期間限定イベントの、チャレンジ報酬が10回ぐらいもらえたっていう人もいたので、なんかちょっとバグがあったみたいですね。ということで早速ちょっとね、今回はルーティンなしにします。前回ルーティンあれしてもあれだったんで、あれだったんでとか言って、じゃあ早速行きたいと思います。行きます、お願い。やった、司さん久々出ましたよ、司。わー、まあまあ SSR 確定ってことですからね。そう、お願いします、琥珀ちゃん、今回は、あ、肉2枚お願い、もう今回は絶対当たって、あー、来ました、よかった、もう前回めちゃめちゃあれだったんでですね、よかったということで、あ、復刻記念ガチャは、あ、待って、え、あ、これね、こないだこういう風に見れたらしいんですよ。ね、こないだの分もこれですね。こうやってみんなの分がこうやって見れるらしくて、で今回もこうやって見れるっぽいですね。これ原始つかさ、これ出るじゃないですか。ちょっと一回引いてみたいと思います。いきます。お願いします。お願いします。天空、天空さんお願いします。あ、大樹水色、すごい。やばいやばいやばい、あ、1枚、ほう、これ原子つかさ持ってない人は絶対引いた方がいいと思いますけど、でも5分のね1だったりとか、あ、また体重ですね、すごい。ということで、まあ、まずみんな無料のやつもいきますか、いきます。そう、この日のためにね、昨日引かずちょっと取っておいたので、ちょっと引かせてください。すごいなー、すごいね、原始司がいるのはすごい。はい、こんな感じでございます、ありがとうございますちょっとね、これみんなこれいいんですよね、めっちゃ、この氷河も強いですし、この生まれちゃんも強いしみたいな、みんな強いんですよこれ。大樹も炎鋼タイプで強いし、千空も突撃でね強いし、この辺はみんな強いです。ただもうこれが飛び抜けてうまいです。あの防御力とか見てください。1000超えてるんですよ。で HP とかも。もう防御かよっていう話なんですよ。この俺が戦うからだ。すっごいセリフ長いじゃん、つかさ。すっごい、そしてあと喋るな。ということでね、これはぜひゲットしてください。ってことで、これ、ね、まずレベル100の、今回のコマッチャー見ていきたいと思います。HP 高いですね、3930。攻撃力高すぎる、どういうこと、あ、でもこう行動速度遅いなんだ、で遅いでも4330ならいいよね。まあ、こう防御力は琥珀ちゃんだなって感じで、まあ、まあまあ強いなっていう感じで、突撃タイプ、え、待って、ビジュアル弱すぎない、ちょっと、やばいんだけど、え、
待って、見つめちゃう、すごい。このなんか剣かな、剣がすっごい似合う。な、鍵持ってる。ああ、宝箱の鍵ってことね。で、宝石とか。ちょっとなんか、なんて言うんだろう、こう違う意味のまたやんちゃ系だよね。そう、あ、で、読みます読みます。リーダースキルは資源が400増加する。あ、もう めっちゃいいっすね。で、スキル1、自身の攻撃力が、敵防御タイプに対して 100% 増加するって、やばいね、攻撃力だから。レベル100だったら4330が倍になるってことから、8660ってこと？計算間違ってたら教えてください。もう全然わかんないけど、多分そういうことだよね。やばい。で、スキル2が、味方突撃タイプの攻撃ヒット時にクリエティカル発生率が 15% 上昇するということで、突撃タイプで行くといいのかなって感じですね。じゃあ、見ていきましょう。突撃のレベル1の方ですね。かわいすぎる。あ、こっちを見た方がいいね。こうやって長押しの方が。で、レベル1こんな感じです。リーダースキルは140ですね。で、スキル1が、40%。すごいんだけど、40% でも。で、スキル2が、6% ということで。すっごい喋り方。あ、夏祭りだよね。そう、村人集合に、琥珀ちゃんが追加と。ちょっと待って、一回戦わせてみたいですね。どうしようかな。防御が結局いないから、追加したところでやっぱキャラ変えた方がいいよね。 OK、 5って言ったら、そうね、じゃあこの琥珀ちゃんと変えようかなですね。今回防御がねいないですからね。そうだからこの編成にしてるんですけどって感じです。と、琥珀ちゃんと琥珀ちゃんを変えてみようかな。とりあえず琥珀ちゃん、そしたら行きまーす。地球の裏側まで連れて行ってやろう。船乗りの勘は今だ。ゲットしなきゃね。足組んでるよ。そしてうわ、これすごいと思う。やばいね。あ、嬉しい、めっちゃ嬉しい。あとは、あとはガチャ行きました。あ、成長セットかな。あとランクアップ、素材ステージは日をまたいで、夜中3時からですね。で、それだけかな。これ一部現在は正常に遊べますということで。お、すごい。ユーザーの皆様に、無償ジェム200、スタミナ回復魚25、経験の書、上級15ということで、すごい。受け取りってこと、ここにあるのかな。あーた、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでしたということで、さすがでございます。すごい、スキップチケット20ももらったし。あとはこっちを確認、こっちじゃないですね、こっちの、あ、これかな、琥珀ちゃんの成長セット。あ、やっぱりあれですね、宝箱パイレーツハットということで。あ、じゃあこれ千空と琥珀ちゃん専用ってこと、それとも次から出てくるキャラ。待って、次から出てくるキャラって、なんだっけ、司玄、
誰だったっけ、あ、男5人衆じゃなかったんや。ちょっと待って、この男性5人衆かと思ってたら琥珀ちゃんも来ましたね。あ、どうなんだろう、ようわからんようわからん、予想してたんですけどね。そんな感じでございます、本当に。で、経験の書セットこれかなということかな。はい、こんな感じでございました。ということで、どうでしたでしょうか。全然予想できてなかったんですけど、やっぱり琥珀ちゃんが今のとこキャラ数的には多いですかね。やっぱり人気なんだなっていうのがすごい感じれます。今回はサプライズので琥珀ちゃんが海賊団として出てきてくれたって感じましたはい、今回も素敵なキャラクター琥珀ちゃんが出てきてくれて、驚いた方はチャンネル登録高評価コメントもしていただけるとっても嬉しいです。それでは